こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日はね、中野のレコード屋さんで、石原まさしのまあキャンペーンっていうんですかね、ありまして、そこへ行ってまいりました。まあお客さんも連休の始めにもかかわらず、たくさん来ていただきまして感謝申し上げます。やっぱり結構ね、ずっとこう、まさしいろいろいろんなところで、まあ出演の回数が増えてきてるんですけれども、まあありがたいことにね、やっぱりね、一定のお客さんが、まあどこへね、まさしが出てても、顔を出して応援してくださる方が、何人かいらっしゃいましてね、いやありがたいことですね。で、なんか私のね、YouTube も、見てますよっていう、お言葉をいただきまして、ありがたく思っております。ただやっぱりなんていうの、社長もっと元気に話してくださいよって言われましてね、まあ確かにそうだよね。やっぱりこうなんかね、やっぱりこう月日が経ってくると、まあ一定のね、こう私も年齢に来ても、来てるもんですから、まあついついね、やっぱりこうなんていうのかな、まあね、体調の良し悪しもあるしね、確かに、まあ3年ちょっと前から始めてるんですけれども、前の、YouTube の、自分のね、どんなことを話してたのかなと思って見ていたりすると、やっぱり 2,3 年前は元気だったね。なんか自分でもね、なんかね、元気だったなって感じいたしますよ。まあ引き続きね、できるだけ無理しないで元気でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。季節も非常に良くなってきてますので、ぜひ箱根の方へですね、お越しいただけたら嬉しく思います。私が以前からやっております、まあ旅館とカフェでございます。あとは岩盤浴ですね。非常にね、特にカフェ、スイッチバックカフェ、ここがね、やはりもういろんなテレビにで取り上げていただいたり、いろんなね、この、雑誌に、取り上げていただいたり、また近々ルルブですかね、ルルブで、また取り上げられる予定でございます。まあそんなことでね、本当に遠くからもね、お客さんが来られて、ありがたく思っております。で、今度ね、私はまあね、なんか子供じみたことなんですけど、ソフトクリームが大好きでね、まあいろいろ出かけていってね、もうソフトクリームの看板ありますよね。看板あれば必ずそこでソフトクリームあるわけですから、まあ暖かくても寒くても大体なんか食べたりしますよね。で、そんなことでね、まあでも多くの方が意外とあれですかね、ソフトクリームは好きなんじゃないですかね。で、今度スイッチバックカフェの方でもね、ソフトクリームを扱うことになりまして、いつくらいかな、ここ1週間くらいで、多分、販売できそうな、状況でございますので、ぜひね、まあ秋の箱根は本当に清々しくて気分がいいです。精神的なね、心のリフレッシュも含めて、箱根神の湯、スイッチバックカフェ、そして岩盤浴、で体をね、汗を流して、すっきりした気分になっていただけたら嬉しく思います。まあご一報いただけたら、できるだけいい待遇をいたしますので、よろしくお願いいたします。お待ちしております。ありがとうございます。